なんか、なんとか公園のさ、水着の撮影のやつ、なくなりました、みたいなとかさ、やばいやん、普通やんなさ。お前、それを、でさ、若い子がキレとんだらわかるっちゃ。もう、誰も言わんけん言うよ。若い子がキレとんだらわかると。ばあちゃん3人がキレとんのがムカつくった。俺らと種ぐらいの子がキレとんなら、そうなんや、ごめんなってなるわけよ。ばあちゃん3人、お前ら関係ないやん。もう誰も言わんけん言うけど、そう、おめえらマジで関係ないけん、もう、関係ないやん。若い子たちでこうやってさ、ワイワイ楽しんどうとこにズイって入ってくるのやめてくれん？じゃあ、こっちで楽しんどう分けたい？俺たち、若いもんで。楽しんどうとって、何その話じゃないっちゃん。別に。こっちで楽しく喋っとうと、いいやんかね？マジで。意味わからん、そのなんか、力だけ持ってしまってから、寂しいなら寂しいって言えばいいやん、別に。俺たち輪に入れてあげるやんね。入れてーって来たら、一緒遊ぼうってなるんでさ、何しようとって入ってくるけんさ。うわってなるわけや。しかも、権力振りかざしながら、怖えって。マジで。あんなしょうがないよな。そら、ああ、なるよ。めちゃくちゃ嫌われるよ、そんなことしたら。ずかずかと入ってくるなよ。本当に。そら、女の子から怒られるよ。みんな普通で仕事でやってるんだから、ちゃんと。みんながみんなさ、ちゃんと仕事の枠の中で頑張ろうとしとうのにさ、いや、俺はそういうじじいやならんよ。全部応援する。ああ、やった方がいいよ。将来、そのおじさんになります。はい。自分たちがキャーキャー言われたら絶対何も言わんけん。性を危険視しながらこう増やせとか、マジでそれな。その、言っとって笑わんとかいな自分たちで、ちょっとおもろいこと言ってんなって。なんか、マジ、一級さんでしか解けんような問題出してくるときあるよね、最近ね。すごいよな、あれ。どうすんだろうって思いながら、漠然と見てます。三人衆が水着着たりして、あ、まあ、それはそうよ。スペシャルゲストで出てくるならいいよ。それは面白いやん、そんなんなったら。おもろいやんってなるけど、どうせそうじゃないけん。面白くないけん、あいつら。普通に面白くない。ダメ。Shit.